ロケ場所へと移動するためタクシーに乗ってもらったところでモニタリングスタート。もう怖かった。なんかあの部屋、あの家になんか女の人が住んでいらっしゃるっていうお家みたいで、スタートから幽霊タクシー歴代最高のリアクション。さらに隣ですか？あのお客様の隣には誰もいらっしゃいません。リアクションが黒髪から前へ進んでいかないので振り向いてみる。あまりの反応に今までどんな状況でも必ずプールを装ってきた幽霊役の女性も笑いを抑えきれない。ていないのに勝手にリアクションが展開されていく恐怖。止めどない笑いが込み上げる幽霊。しかし深呼吸で立て直し楽に復帰。周りにいません？こんなの人。いや、います。いないですか？さっきの髪の毛の人が、うん、夢か現実か自分の体をつねって確かめる41歳の人妻。何これ。私のことちゃんと見てよ。ここから幽霊と不思議ちゃんの奇妙すぎる会話が始まる。どうしてずっとタクシー座ってるんですか？どうしてだと思う？わかんないです。タクシー好きなんですか？タクシーなんて大嫌い。幽霊の機嫌を損ねてしまい深く後悔。今度は幽霊から質問。面白い話聞きたい。面白い話でしょ。ちょっと待って一本ください。幽霊を怒らせないよう必死で面白い話を思い出す。そしてひねり出したのが、あのファーストフード屋さんで、あのメロン、あ、メロンじゃん、レモンにします、ミルクにしますって言われてメロンって言っちゃったことが。先言ってください。先言ってください。メロン、あ、メロンじゃん。オチを最初に言ってしまうという痛恨のミス。かなりテンパっているようなのでモニタリング終了。